大輔さ、最近どんな曲聴くの？俺最近バウンディ。バウンディ。マカロニ鉛筆。マカロニ鉛筆。クリープハイプ。クリープハイプ。うわ、エモ。何が？お前そっち聴くんだ。お前香ばしいな。どこがだよ。いや、なんかさ、なんだろう。ああいうアーティストの曲ってさ、なんかその、エモさを全面的に売り出してまーす、みたいな。もう、エモいって言われたい魂胆が丸見えでさ。すげえひねくれてんな。え、なんていうのかな。もうターゲット層もザ大学生みたいな、失恋をテーマにしてまーすみたいな。で、俺も一通り聞いたんだけど、もううわー無理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 ってなっちゃって、もう鳥肌ブワーって立っちゃったもん。まあ好き嫌いあるからな。お前は何聞くの？いや、あのね、俺は最近の J-POP は聞かない。もう入れないから。結構古い曲聞くかな。ああ昔の好きなんだ。サザンとかスピッツとかいいよな。いや、そこまで古くない。あの、俺が好きなのはグリーンとか、あとファンキーモンキーベイビーズでしょ。あと AKB の初期だね。21歳でグリーンとかファンモンめっちゃ聴いてるやつあんまいないのよ。いやー、でも最近の曲ってなんかもうね、曲調も単純だし歌詞も気迫なんだよな。そうなんだ。あと一粒の涙で、一言の勇気で、願いが叶うその時が来るって。 LINE を聞いてもいい感じ。 TikTok ウィンター準備はいいか。俺が悟空でお前がベジータ。おいおいおい、何？じゃあ YouTuber が作った TikTok の曲。お前あれ好き？知ってる？まあ知ってる。お前センスいいな。あれめっちゃ良くない？なんかもう頭にもめっちゃ残るし、もともとね TikTok の曲つなげたものなんだけど、やっぱ一つの作品になってて、やっぱ音楽家ってすげえなーと思ったよね。音楽か。まあ確かに頭に残るわな。あ、あ、あ、誰か聞いてってやつだべ。お前アンチ？アンチか。いや、アンチとかじゃないけど、まあ TikTok でよく流れてくんじゃん。まあ面白いよね。あれなんかめっちゃ不快になるわ。あれか、なんかお前みたいなやつがコメント欄で、音の呼吸だ、わらわらわらみたいな草生やしてんだな。お前さ、曲も作れねえやつがさ、アンチとかしてんじゃねえよ。いや、曲作れる作れないとかじゃなくて、いや、まあ、単なるネタじゃん。怒んなよ、そんな。いや、だからネタってかさ、完全に人のことバカにしてんじゃん。うん、なんかこっち側からすると、人のことバカにして何が楽しいんって感じなんだわ。いや、でもそんなこと言ったら、その YouTuber 曲の中でさ、ののかちゃんとかさ、寺田心くんのやつ、ネタにしてんじゃん。それは別にいいの？人のことネタにして。あれは、あれ、作品だから。TikTok でバズった曲を繋げているだけだから、48自身は別にののかちゃんとかのことバカにしてないから。いや、でもその YouTube グループのリーダー、TikTok で結構バズったやつ、ネタにしたりしてるよ。なんか、前に、俺はゴジータってなんか、ダラダラダンスするみたいなの流行ったやん。それやったりしてたけど、それはいいの別に。いや、あれは、TikTok はそういうとこじゃん。はーい、現地撮りました。今認めたな、自分で TikTok はそういうとこって。そうなんだよ。なんで他の人はネタにしてんのに、自分たちの推しがネタにされたらブチギレんだよ。お前、もしもあれだわ、お前、48のオプチャにお前いたら、もう速攻大会させるお前みたいなやつ。うん。もうさ、俺らの力舐めんなよ。なんで俺らの力って。てか、なんでオプチャって。お前、あんなの入ってんの？あんなの独裁国家だろ。ノースコリアかよ。ちげえし。もう、だるいからお前、もう48の悪口言うな。わかったよ。黙りまーす。しー、ね、しー。お前さ、それリーダーの小田さんバカにしてる？バカにすんなよ。返事は？返事？オーライ？だる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 。え、もういいもういい。界隈ならん。界隈ならんわ。だる。曲聞くわ、もう一回。だる。もうクソだるい。マジで。音の呼吸だ。四角三角。いや、鬼です。ド派手にやるぜ。うずい天元。夜明けにかますぜ。部外。